んにちは、トラスト企画の花です。カメラマンの水木です。小声今日はね、水木さんにカメラマンをやってもらってるんですけど、今日は社長買取、みーくん買取で入庫してきたこちらのね、エボテンを紹介していきたいと思います。みーくん買取じゃないよこれ。あ、そうだ。え、みーくん買取じゃない。みーくん買取じゃないこれ。これつくば店で買い取ってるやつですね。さすがつくば店の水木さん。そうで、最近エボテンっていうかランエボあんま入ってきてなかったんですけど、あんま入ってきてなかったりっていうか、 YouTube にあんま紹介してなかったんですけど、実はねちょこちょこ買ってて、そのエボの中でもねちょっと不人気って言われてるこのエボテンがね入ってきました。で、結構ねパーツとかエアロだったりあるので、そちら中心に紹介していきたいと思います。ではまず外装の方を見ていきたいと思います。で、こちらのエボテンね、結構なんかいかつい気がしません？なんかすげえいっぱいついてるね。そう、グリルとかもボンネットにもあるし、あ、でもこれあれなんかいっぱい錆びないやつじゃないですか。あ、ちゃんと対策品ですね。ちゃんと対策品になってる。あ、でもここスカスカだ。セーフ？セーフかな。これちょっとね、後でねボンネット開けて錆びてるのかどうか確認したいと思います。これはもう純正じゃないですよね。社外ですね。うん、ボンピンもあるし、なんかね、縁の形とかなんか、あー確かにちょっとここ隙間感じます ね、チリってこれでいいのかな。で、バンパーのところなんですけど、多分リップスポイラーみたいなのがついてて、この素材何ですか？でもちゃんと見るとグレッティのエンブレムがあるんですよ。いいやつでした。これってグレッティさんこの状態で売ってるんですか？ちょっとグレッティさんこの塗装はまずいんじゃないですか？これ、これなんでこうなっちゃったんですか、水木さん？これはね、後から塗った塗料が、はい、ちょっと素材をこう犯しちゃう系の、シンナーとか入ってたりするとね、こうシワシワになっちゃったりするんですよね。あ、じゃあこれお客さんが自分で塗装したってこと？自分で塗っちゃったんじゃないですかね。あ、そうなんだ。すごい、まあ、だいぶシャコタンなんでこれ。ね、まあリップ消耗品なんじゃない？リップ消耗品なんだ。傷ある傷ある。そう、かっこいいけど、ちょっとなんか素材がすごいことになってる。紙エンドみたいだよね。10歩引いてみると全然かっこいいんですけど、近くでね見ちゃうとあれってなっちゃう感じ。おー、ちょっと残念みたいな。うん、横にもねこれなんだっけ、ガナード、なんかカナード、カナードいつも間違える。カナードがついてるんですけど、ここ2つ、これもうあ、ビスバンパーに、バンパーに直についちゃってます、ね、あ、じゃあこれ一生外せないですか、すごい。これも2つ、これもちょっと手作り感がある感じですね。うん、こういうのね売ってるんだよね。あー、売ってるんだ。うん、でも安め。ちょっとチープめな DIY 感がある、でも横見てください。横結構いい感じなんですけど、これはね、あれね、 SA10R。 え、どこのブランド？ウェッツスポーツ。あ、ウェッツスポーツさんの、おー、結構かっこいい。これ人気ありますね。これでもスタッドレスなんだね。冬とかだからかな。なんかね、タイヤがね、こうなんか段付きがあるからね、アライメントを見た方がいいかもしれない。このモールもこれ純正じゃないよね、絶対。ニトリじゃない？ニトリ？滑り止めみたいな。そうそうそう。テーブルの角にここの辺にこう頭ぶつけないようにこう。そう、赤ちゃんの対策品みたいなね。のもついてます。うん。サイドステップなんかでっかい。ここ厚みありますよね。結構私サイドステップある車好きなんですけど、これ結構いい感じに。ワイドになってる。あ、なんか涙。そうで、バイザーもなんか、これあれだよ。何ですか？涙。涙？でこれ純正のバイザーに取り付けたのかな？そんな気がする。なんかね、安定するみたいよ。だから細かいところの、そういうエアロ外見のね、あれがすごい、この車、こだわりが。そう、エアロダイナミクスって感じですね。こだわりを感じます。で、後ろも同じウェッツスポーツさんのホイールと、こっちキャリパー入ってますね、ブレンボので、ニトリのこのフェンダーカバー。これも忘れずに、で、後ろもね結構すごいんですよ。後ろ見てください、これ。おー、
このでかいウィング、これさ、このなんかわかる、伝わるかな、このなんかでかさ。なんかすごい押しが強いね。そう、結構ギリ攻めてますよね、大きさ、うん、でしかも大丈夫なの、あ、大丈夫そうだね、うん、これは全然大丈夫、うん、で、なんとここにね、ルーフのディフューザーっていうんですか、これもついてる、うん、なるほど、ね、すごい加工が、あとちょんまげがついてる、ちょんまげがついてますね、そうそうそう、後ろも迫力がすごい、なんだこれ、460馬力出てるみたいですね、これ、え、460PS、うん、回、うん、この回のエンブレムあるんだ。初めて見た、ね、そうそうそう、でも私こういうエンブレムすごいなんか分かりやすくて好きですね、うん、車紹介する時とかにエンブレムがあればもう全部それ言えばいいし、そうそうそう、これはあの三菱の 460PS 回って車なんで、そうなんだ、そうそうそう、え、マフラーが2本出しのマフラーになってますね、そうそうそう、直用なのにね、うん、これはどこのものなんだろう、やべえ、わかんねえ。ちょっと車外、メーカー不明、こんな感じのマフラーですね、うん、でも形すごいかっこいいね、うん、これね、かっこいいですね、あれあれね、こうバンパーに透明ってステッカー貼るのすごいよね、あのみんな好きだよね、そうなんだ、うん、これなんかちょっと通好みの貼り方で、ね、へー、まあ 両脇に貼ってあるけど。はい、で外装ね、こういう感じでいかついんですけど、うん、まあ、ちょっと内装行く前にエンジン見てみましょうか、うん、ちょっとサビが気になるので、うんうん、果たしていつものところが錆びてるのが、エンジン乗ってるかな、そもそも、あ、早く開けてください、持ってくださいね、これいつもさっき開けたじゃんかよ。それは C ですよ、そうそうそう、うん、おお、これあれだよ、透明のチタン、おお、すごい、インテークパイプ、いいパーツが入ってる、かっこいいな、え、これすごくないですか、ここに、ああ、これあれだよ、ね、圧系、QL プレッシャーゲージ、うん、圧系だね、ここでも見れるんだね、あの走りながら確認できるんだよ、いや無理でしょ。エンジンルームにあるから無理でしょ。ホームストレートとかでこう頑張ってね、ボンネット開けてガッツ、やば、この辺にカメラつければ確認できるよ、いや、いらない、不便すぎる。で、これもカーボン、あ、これね、多分ね、なんか形的にあれだよ、関西サービスじゃないかな、あ、関西サービスさんの、うん、あ、シールありましたもんね、あ、確かに、うん、関西サービスさんのこれ入ってますね、うん、で、めっちゃ太いインタークル入ってる、うん、こっから見える、やっぱ太いのがいいですね。ブリッツのインタークーラー、そう、ブリッツってね、こうあの文字がちゃんと入ってて、ね、かっこいいですね、うん、すごい、結構やっぱ 460PS、うん、460馬力出るのかな。でもなんかさ、やっぱりちょっとサビあああった、うん、てか駅、でもさ、これ駅前に戻したんじゃねえの、ノーマルに。これあれですね、いつものところやっぱ錆びてますね、ね、ボンネット見れば、あ、網網ないなっていうのが、完全に開いてないんじゃねえかよ、あの思うんですけど、ここ開いちゃってる、うん、そこはね、うん、開いちゃってるからやっぱ入っちゃうんだ、あ、ちゃんと映してる、うん、これね、うん、で、クスコのタワーバーも入ってます ね、で、テインかな、車庫帳は、車庫帳、緑色の、うん、え、で、これ数字あるんですけど、うん、うちのじゃないか、あれ、これうちのじゃね。出戻り、うん、これ番号振ってありますね、これサイバーバ、サイバーバ。やっぱライボファンの人って、はい、あの 4G63 のねエンジンが大好きだから、そうですよね、そう、あれですよね、点になってもエンジンが全く変わっちゃったと。そう、これね 4G63 じゃないんですよね、これは 4B11 っていうエンジンですよね。え、これ何が違うんですか、なんであんまりこのエンジンは不人気なんですか。ほんとね、よくわからない。でも 4G63 あのラリー屋さんとかって、うん、結構ね、エンジンが壊れるか壊れないかの耐久性、そう、戦いだったりするから、もう20年30年ぐらいさ、ずっとこう、うん、ね、戦い続けてきたエンジンってやっぱり信頼性があって、あ、そう、どういうところ壊れるとか、そういう知識もあるから扱いやすい、ね、ああのね、4G63 なんかオイルパンとかさ、はい、あのすぐ潰れるとオイルのストレーナー潰しちゃって、こうオイル吸わなくなってブローするとか、はい、あのオイルが偏っちゃうとかね、結構、はい、チョップごとにノウハウがあって、あ、でそういうのもあって、そう、ね、この人気が落ちてきてるところでエンジン変わっちゃうとちょっと厳しいところ、なおさらショップさんとか買い手とかユーザーさんは嫌な顔しちゃうのかっていう感じなんじゃないかなって思います。
じゃあ次は内装の方見ていきましょう。はい、内装、はい、オートマじゃねえかよこれ。え、あ、これマニュアルじゃないんだ。え、でもこれ GSR っていうグレードなんですけど、乗せ替えってこと？ランエボの10は、うん、GSR ってグレードの中にマニュアルとオートマがあるんですよ。その設定あるんだ。そう、あのマニュアルと、これは6速の DCT、はい、かな、うん、あ、じゃあちょっとマニュアルモードにもなるよみたいな。このね、そう、このね、あのツインクラッチ SST っていうね、はい、こうゲトラグと三菱の共同開発のミッションが載ってて。おー、ゲトラグのあの会社。そうで、あのギア入れるのに、あのパーキングからドライブ入れるのに、こう、これを、あ、私がちょっと憧れてるやつやんなきゃいけないっていう。でもランエボのオートマって早いんですかね。これね、なんかね、聞くところによると、あのブーストアップして、はい、まあ、ちょっとこういじって、あのラジアルのハイグリ、はい、ハイグリップのタイヤ履くと、あのつくば、まっすぐそこのなんかつくばのサーキットコース2000走って1分2秒ぐらいらしいんだよ。で1分2秒のね、タイム的にはあの 35GTR と同じ。 35GTR と一緒。そう、ほぼ同じくらいでね。すごい、生まれるらしいよ。あ、あれもオートマじゃないか。まあ、あれもオートマなんですけどね。速さを求めるんだったらオートマの時代です。え、うん、マニュアルじゃないんですか。もう皆さんオートマ買いましょう。でツインクラッチ SST ってあるんですけど、これ何ですか。うん、クラッチが2個ついてる。クラッチが2個ついてる。そう、アクセル、ブレーキ、クラッチ、クラッチ。え、でもこれアクセルとブレーキしかないですよ。どういうこと。2個付け忘れちったんだよ。付け忘れちゃった。何これ、ウィーンで出てくるの、これ。どういうことですか。違う違う、ね、なんか機械的にこうクラッチが中にあって、それを切ったり繋いだりしてくれるクラッチなんです。自動で制御してくれる。すごいスピードで、あのギアが切り替わるのがものすごい速いミッション。あ、そうなんだ。そうそうそう。ただね、すっげー壊れるらしくて、はい、もうクラッチがね、寿命がものすごい短いらしいの。あ、そのクラッチ。そう、10万キロ持たないって話で。え、壊れやすいっていうのはなんかどこが壊れやすいとかあるんですか。あ、なんかね、前期は偶数のギアが入らなくなって、後期は奇数のギアが入らなくなるんだって、はい、都市伝説みたいな壊れ方してますね。そしたらさ、前期のミッションと後期のミッション合わせてさ、確かに2個1にすれば圧倒転商法。偶数も奇数も。で、内装を見てください。ちょっと取りづらい。内装も見れないぐらいのね、パーツが入ってるんですよ。すんげー暑苦しい。しかもこれ多分純正ウィングじゃないですか。純正ウィングだったり、多分ここ、うん、見てください、この後ろのね、後ろにはタイヤとかがね、綺麗に梱包されて入ってるんで、これは、おお、なるほど、純正のホイール、ね、はい、純正のホイールがちゃんと4本入ってますね。うん、純正のホイール入ってるとプラス立て、あのタイヤっていうかパーツがあるっていうことはトランクにもあると思うんで、トランクもちょっと開けましょう。おお、めっちゃ重い、このウィング。重っ。おお、すごい。これは前のマフラーか。うん、ノーマルだね。ノーマルのマフラーが入ってますね。で、またここにもタイヤが入ってる、うん、あ、ホイールもついてる。うん、ついてる、ついてる、ね、うん。で、これは阿部ちゃんかな。上着もあって、うん、パーツ満載ですよ、うん、これ皆さん何の匂いがしてきましたか、この純正パーツ盛りだくさん。純正パーツが盛りだくさんということは、こちらはですね、あの逆コンプリートされまして、このついてるね、車外パーツ等はヤフオクの方に出品されます。その通り、その通り、はい。で、今回はこちらのね、エボ店を紹介してるんですけど、こちらね、パーツもいっぱいついてるし、その車プラス、あのタイヤとか純正ウィングあったじゃないですか。で、こちらの車はあの買い取りで入庫した車なんですけど、実はお客さんが、ね、希望する金額よりあのいい金額で買い取りさせていただいてるんですけど、それもね、そういったね、パーツがたくさんついてるのも、あのトラスト企画が他よりね、高く買い取
にできる理由になっているので、車もあるしパーツもあるよっていうお客様はね、ぜひトラスト企画までご依頼いただければと思います。よろしくお願いします。ではまた次回のビデオでお会いしましょう、うん、バイバーイ。ありがとうございました。